3回戦むずい。はい、ということで、まあ、M1 が終わりましてね、まあ、結構ですね、自分らなりに手応えはあった方なんですけども、まあ、まだまだこれからだなという、まあ、来年に向けてまたちょっと M1 頑張っていきたいなと思う所存でございます。まあでもね、なんか僕ら的にちょっと雰囲気、なんか毎年3回戦行ってるんですけどみたいな雰囲気出しながら、はい、日頃生活してるんですけども、6年ぶりでしたね。はい、私たち6年ぶりに3回戦行ってました。はい、ずっと2回戦で負けてました。2回戦突破した時すごいテンション上がってました。はい、ちょっと調子乗ってた自分がいました。すいません。はい、まあそんなことどうでもいいんです。はい、まあそれはそれで、まあ来年頑張っていくんでということで、今日はですね、ちょっと、まあ結果も出て、まああんまりなんていうんですかね、もうテンション上がらない、料理作る気にならない、まあ今だけじゃなくてね、こう仕事とかで、やっぱりこうちょっとしんどいな、今日ちょっと料理するのめんどくさいなって思う時いっぱいあると思うんです。はい、そういう時にですね、簡単に、しかも包丁を使わずにですね、お鍋作っていきたいと思います。しかも、洗い物もほとんどありません。背徳シューマイキムチチーズ鍋を作りたいと思います。ですね、ハイカロリーが一番美味しいっていうところに私はもう行き着いておりますので、今日はですね、もう包丁使わずに、はい、お鍋作っていきたいと思います。はい、それでは皆さん最後までぜひ見てください。使うのはこちらですね。これ本当に美味しい四川シューマイ、これ199円でございます。めちゃめちゃ安い。冷食ですのでチンします。袋から開けない。2分50秒やってる間にですね、はいはい、出ました、プチッと鍋。はい、このワンポーションで 150cc です。ちょっと頼りないかもしれないですけども、このね、結構いい味出してくれるんで、これ今日はちょっと贅沢に2つ。はい、すごい使いやすいんでね、すごいおすすめでございます。で、これで火にかけます。もやしもちょっと真ん中にね入れちゃったりね。はい、来ました。これ熱いから気をつけてくださいね皆さん。これをですね、今日はこのお鍋の中に入れていきます。これが一番安くてうまいっていうのがこの四川シューマイでございます。大葉をですね、はい、こうやってちぎって入れます。チーズ、これめちゃめちゃ良くないですか。この皆さん、もうチーズはね、もう入れれば入れるほどうまくなるんで、ということで、余裕があればですね、まあニンニクとかでもいいですし、あと生姜とかね、あと何入れよう、まあ野菜とかも入れるともっとボリュームが出てきますんでね、大変おすすめでございます。で、言うてる間にほらもうチーズがいい感じで溶けてきております。これですいません、ちょっと今日はなんか手抜いてる感じなんですけども、まあ普段ですね、ちょっと料理あんまやりたくないなっていう時にこんな感じで作っております。ということで、背徳シューマイチーズキムチ鍋の完成です。ということで、大葉がですね結構いい感じで、味と香り引き出してくれて、なおかつチーズがすごく濃厚でシューマイとマッチしておりますので、よかったら皆さんも作ってみてください。もう料理ではありません、もう乗せて乗せてあとは煮込むだけ。はい、ということで今日はここまでです。ありがとうございました。